岡式ボクシングジムの募集をしております。皆さん強い先生は来てください。嫌です。あの宣伝でいただきます。嫌です。生きてる何一人で酔っ払ってんだよ。竹原慎二です。変な薬打ってんじゃないか。随分ハイテンションだな。竹原慎二です。シンプルですね。はい、はい、今日はですね、あの大注目のジムどこですか。いっぱいあるじゃないですか。いや今一番すごいところ、ほら、あ、ね、そう、あの渡嘉敷ジム。いやいや渡嘉敷ジムじゃない。龍光選手。いやいやいや、そうだ、嬉しいんだけど。そうだと、ただあの今注目といえば井上チャンピオンのいるあのジムの、はいはいはい、トレーナーをしてる世界チャンピオンが来てくれます。イエイちゃん、トレーナーをしてる世界チャンピオン。イエイちゃんね。はい、それも有望選手を連れてくる。誰よ。武井。武井チャンピオンもあの見てるんだけど、この間スコーンと勝ったほら今永選手で、あ、タイガ、そう、今永タイガ選手。あ、タイガね。そう、あれタイガね、うちのジムで出稽古来たんだけど、うん、あんた口説いておけばよかった。来るような、出稽古というとかでもう入ってるってこと。いやいや、昔昔学生時代ですよ。あ、学生時代か。スーパーつけておけばよかった。いやそんなもったいないな、あんたは。それ何人もいたでしょ、そういう人。いっぱいいますね。なあ、はい、ちゃんとね、あの大事にしとかないと最初から。そんな話はどうでもいい。まあいいや。タイガって10冠でしたっけ。10冠。アマチュア10冠か、すげえな。そうなめだね、タイトル全部取ってたね。あ、まあ、世界チャンピオンと世界チャンピオンが連れてくる今永選手と、ここでまた今永来るんですか。タイガ来てもらえる。ここでコラボしよう。なるほど。何するんですか。何するいろんなこと聞けよ。何するんですか。八重樫さん入られます。最高、ありがとう、本当に。ありがとう。あ、いや、いたんだ。いたんだ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いや、素晴らしい。ね、はい、もう最高のジムのトレーナー。そして、これから世界チャンピオンになるという今永選手。そうそう。いや、すごいよね、この間試合見たけど。天才ぶりを発揮してるよね。俺、うちのジムでやるんじゃなかったの。あ、そう言ってたよ、さっきから。え、なんで裏切ったの。裏切ったの。もうちょっと 早めにツバつけてくれよかったね。え、なんで大橋ジムを選んだの。あ、やっぱり自分にとって一番強くなれるジムを選んだら、うん、大橋ジムね。あ、竹原、竹原ジムは強くなれないと。いや、いや、そういうことじゃない。正解。改めてご紹介いたしましょう。大橋ジムの八重樫トレーナーと今永大河選手です。お願いします。いやー、もう大橋ジムはもうすごいよね。すごい。世界チャンピオンに何人出てくるんだっていうぐらい、うん、いい選手がボン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 出てきてるよね。今大橋さんところの世界チャンピオンってのは井上チャンピオンだけ。井上だけ。とりあえず井上ちゃんだけだ、うん、はい。なりそうなのが何人。まあ、もちろん井上拓磨。拓磨。あ、拓磨くん。まあ、平岡アンディ。アンディ、アンディ。あ、そうか、平岡アンディもいたか。あとはこの前試合したあの桑原拓というフライ級の選手と、中島和樹、うん、トヨチャンピオンですね、うん、で、まあ、武井良樹、武井、まあ、今永、今永、あとは僕が見てるあの中垣というフライ級、うん、スパイラー級の選手、うんうん、はい、くらい、チャンピオン候補が7人もいるか。すごいね。大谷君のいとこ、コーティー、はい、完璧したんでしょ。完璧しました。まだ試合がまだなんですけど、多分今年中には、うん、あ、一緒ぐらいの階級だ。そうですね。そうです。タイガがライト級で、スーパーライト、はい、スパーやった？いや、まだやってない、はい、やってないです。うん、もともと なぜこのボクシングというのを選んだの？は、5歳の時に空手をしてて、うん、で、中学校の時にそのパンチ強化の目的で、うん、なんかお父さんに勧められてやりました。あ、習いに行けと。それはどこのジムだったの？はい、地元の、うんうん、家の近くのジム、うん、東京出身だよね。どこ？いや、大阪です。大阪なんだ。はい、ああ、まあ、そうやってボクシングを習い、パンチのために習いに行った。はい。でも、その時の俺ボクシング世界チャンピオンになろうかなとは思ってない。初めた時ですか。うん、その時は思ってなかったです。うん、ただ空手の強化の一環としてボクシングジムにお父さんに連れて行ってもらった。はい、そうです。それはどのぐらい行ったんだろう、そのボクシングジムには。いや、でも中学校の間はずっと、うん、はい、3年間は行ったっていう、はい、で、高校入ってもちょっと行ってましたね。高校はボクシング部でしょ。はい、王子工業高校です。あ、いい選手いるんだ。え、そこで難関を取ったわけ。高校の時全部取ってんだから。
全部取ったんだ、はい、8。あ、高校で8、はい、すごいね。高校で8冠、大学で2冠、はい、大学は4年で2、はい、大学少なくない？少ないですえ、なんかそれコロナで？いや、サボってたのまあいろいろあって、はい、井上選手でも5冠だよね。井上は7冠。7冠。井上の場合はあの最後全日本高校の時に優勝して7冠になった、はい、高校生で全日本大会出て優勝してそれで7冠目って感じ。うん、でも 8冠やったということはスカウトもいっぱい来たでしょ。いっぱい来た。いや、そんなことなかった。とりあえず大学は来たよね、もちろん。東洋大学か。はい、そうです。で、そこから大橋も選ぶわけだ。はい、そうです。それスカウト？いや、違います。いや、うちもつばつけたのにな。マイキー払ったかな。散々サッカー言ったよ。で、大橋ジムに入ることにした。どう？その大橋ジムの雰囲気。いや、すごいいいですね。やる気出る。はい、やる気出ます。まあね、大橋さんのとこはいるからプロばっかりだからね。現役の世界チャンピオンもいるしさ、ねね、その下のアンディもそうだし、うんね、チャンピオン候補たちがいっぱいいるから、うん、まあ、私が最初ね、ボクシングやるときに米倉ジムさん行ったんだけど、その時と一緒でさ、周り見渡せや、ね、ボクシングマガジンとか専門誌とかテレビ出てるような人たちがいっぱいいるわけじゃん。それは、ね、すごくいい刺激になると思うんだよね、はいはい、では井上チャンピオンを目の前で見てどんな印象？いや、すごいです、うん。いや、なんかすごい。すごい。何がすごいわ。いや、なんかやってることは、うん、その特別なんか、うん、特殊なことしてるわけじゃないんですけど、うん、一個一個のなんか動きとか、うんうん、サウンドバック打ち一つ取っても、はい、シャドウ迫力とか、はい、シャドウも綺麗だろうしね、はい、流れるような。そうです。情熱も感じる。はい、すごい勢いだな。集中力がすごいと思います。なんか偉そうにあれですけど。いや、でも、まあ、八重樫元チャンピオンがトレーナーついてくれてどんな気持ちですか？どんな印象？いや、恥ずかしい。もう八重樫さんにはもうすごい感謝してます。なんで？毎日。どこ？いや、もうちょっと本当のこと言って。いや、本当です。すごい、これ先です。いや、どういうところに感謝してるわけ？いや、もう毎日練習も、もう一対一で、うん、もう集中して追い込んでもらえるし、うん、ボクシング以外というか、なんかこう生活でもなんか生活の面でも飯を買ってくれたりとか、はい、っていうか、なんか困ったことあればなんかこう相談しやすい。普段逆にどうですか、八重ちゃんから見て、はい、あの今の代表はどうなんですか？そうですね、それこそ今23の年かなんですけど、うちのジムで23歳の子って結構たくさんいて、7人くらいプロでいるんですけど、みんなアマチュア で、その松本トレーナーの息子、圭介とかもそうですし、中垣ってその僕の見てる子もすごいし、あとは森克樹って新人王の子もそうなんですけど、結構この代がすごく多くて。みんな23なの？同い年？はい、みんな同い年ですね。ライバル心じゃすごいね。ここの代は豊作で、まあ、その中でも彼は多分、まあ、頭一つ出てると思うんで、なんかこれをちゃんとチャンピオンにしないといけないなっていう責任があるのすごく。まあ、プレッシャーというかね、これは逆に ね、こんだけいい選手を与えられると難しい。それなそれなでね、はい、大変なことも多いんだろうな、多分。いや、この間デビュー戦緊張したんじゃないの？緊張しました。緊張した。はい。プレッシャーかかって、はい、はあ、でもいい試合やったよね。落ち着いてたよね。うん、ありがとうございます。ゴングが鳴ったらもうやっぱり開けなって落ち着く。そうです。もう始まったらもう、あ、やるしかないな。もう綺麗なカウンター取ってね、はい、こっちも。けどやっぱりさすがね、初めてプロのリングが上がったと思って、感じたのもやっぱり相手は投手がさ、はい、こうすごい前面に出してすごかったじゃない。はい、はい、そうですね。ね、まあ、戦績だけ見ればね、はい、なんだ、安牌かなと思って普通に思うところだけど、やっぱり試合見るとさ、相手も最後までね、はい、こうガンガン来たし、試合を捨てないでね、はい、その辺はプロとあんまり違うけどね、はい、どんな感じ？いや、やっぱ気迫はすごい最後まで感じました。やっぱり終わってタオルでストップだったんですけど、なんか悔しがってもうコーナー叩いて、そんな感じだったんで。じゃあこれどうなの？これから世界チャンピオンに目指してやっていけそう？あ、いけます。アマチュア10冠の実績あったらマッチメイク大変だね。みんな断るでしょ。そうですね。
めちゃくちゃ大変だよね。え、次戦はもう決まってんの？はい、あの8月26日に。あ、もうそうだな。武井良樹が東洋太平洋のタイトル、その前座で、相手はフィリピンの結構いい選手で。今フィリピンの選手強いからね、みんなね、投げずに。武井もフィリピンのチャンピオンと。東洋チャンピオン。東洋チャンピオンです。はい、スーパーマンダム級ですね。武井君大丈夫？武井はまあ、俺前半1ラウンド KO ばっかりだっけ。はい、そうです。準備ラウンドなんで次は。そうね、途中まで行った時に見てないから、そう簡単にはいかないと思うんで、うん、まあ、今度はさすがに1ラウンドで行こうなんて思わないよね。もちろん12ラウンド、はい、ベルトが欲しいわけだからね。完走するつもりでしっかり。いや、まあ今までだってね、そんな1ラウンド KO しようとは思ってないでしょ。まあまあそうだろうけど。いやでもそれが、まあ、結果が1ラウンドだけど12ラウンド、まあ、辛いよ。未知数なんでそこはちょっと不安です、ね。12ラウンド行かないんじゃない、うん、途中で倒すんじゃない。まあまあ本来はそうでしょうけど、万が一の。まあ、もちろんスタミナ練習はね、やっぱりね、プロとアマの違いってラウンドだけでしょ、不安は。そうですね、まあ、グローブの大きさ。グローブ違う？はい、8オンスなんで結構。アマは、まあ、10。大しかないじゃん。いや、多少変わるよね、気持ちがね。アディダスで。アディダスなんてこう握れないんですよ、ね、パンチ効かないんですよね、はい、もちろん。あ、でもアマ時代の練習とプロの練習どう？あ、全然違います。厳しい、やっぱり。はい、厳しくやってもらってます。うん、どんな練習するの？はい、あれ厳しい。いや、何キロも走らせて。別になんかそんな大した練習してないですまあでも彼はもともとポテンシャルが高いで、山中伸介くんいるじゃないですか。すごくなんかスタイルが似てるんですよ。だからああいう風なボクシングができればいいなとすごい思ってて、まあ、ストレートパンチャーなんで、だからそういう練習を今ちょっとやって。それなら山中選手に教えてもらった方がいい。そうですね。山中に、はい、預けようかなと。もう帰ってもらっていいよ。いやいやいや、トレーナーのデビュー戦表はいかがだったんですか？うん、あ、まあ、はい、落ち着いてできてたんで、うん、まあそうですね、ああいう展開になると思ってたんですけど、カウンターを取って倒しきるかなと思ってたんですけど、僕が見たかったのってそこではなくて、うん、そこはその試合、例えば会場に入ってきて、そこから試合までの時間があるじゃないですか。それをどういうふうに作っていくのかなとかっていうのを見たかったんですけど、でもやっぱり、その武井同様、ちゃんと自分がやるべきことを分かってて、うん、そのリングに上がるときまでの、 その集中力の上げ方とかっていうのは、うん、なんか大したもんだなっていうふうに見てました、デビュー戦は。うん、はい、まあ、試合の内容的にはまあ圧倒的だったんで、うん、今じゃなくてまあこれからのことを見ながらやっていかないとなと、うん、はい、今の選手ってこの精神的なところもちゃんと 見てあげなきゃいけないって、ね、言われますよね。はい、あのアホなんですよ。一緒だ。いやいやいや、一緒にしたかわいそうでしょ。いやいやいや、アホのレベルが違う。俺は超アホ。アホだけ。いい意味でアホなんで、その武井良樹も同様なんですけど、あいつもやっぱり練習すごい一生懸命やるんですけど、うん、なんかこういい意味でなんかバカなんで、その練習でこうバカになれるというか、自分のリミット外せるこうタッチなんですよね。なんでそういうあのこうタッチなんで、ほっといてもバチ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 やるんで、そこにこう、おー、それいいね。はい、激入れていくような感じで、なんかそれこそ一生懸命楽しく練習する子たちなんで、うん、そういう子は、あ、この子たちは伸びるなとすごく思って見てるんですけど、まあ、ほっといてもガンガン行くスタイルはいいよね。はい、やっぱり、ね、みんな強くなろうと思ってきてるんですけど、なんかなんて言うんだろう、俺一生懸命頑張ってます感全然出さないで、なんかこう練習を楽しくきつくやるんで、なんかそういう雰囲気を作れているのは、そのまあ武井良樹もそうですけど、まあ彼もそういう感じの雰囲気を持ってるからなんで、なんかそこのままね、あの行ったらいいなとすごくなんか思って見てました。まあ自分の雰囲気もそういうところあるわけでしょ。そうですね、練習サボってるようなジムじゃない、もうみんなガンガンやってるからっていう。そうですね、本当僕がトレーナーになってからだいぶこう雰囲気も変わってきて、なんかいい雰囲気になったなと、すごく。僕はあの現役の時自分のことしかやってなかったんで、周り 見れてなかったんですけど、うん、やっぱり引退してからこうジムの周りのことも見れるようになって、こう、あ、雰囲気変わってきたなと思って、うん、はい、どんな選手？まあ、やっぱり、ね、たくさんアマチュア その経験ある選手もたくさん入ってるし、井上選手を筆頭に、ね、世界チャンピオン、日本チャンピオン、世界ランカーとか本当に上位にいる人がこう切磋琢磨してるから、はい、当然下のね、今永選手なんかも入ってきたばっかりの選手でも周りがすごい選手ばっかりだから、相乗効果で本当ね、俺も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 みたいなさ、そうだよね、
なんかそういう感じだ、うん、昔の私が言ってた米倉ジムみたいな、うん、そういう感じだと思うんですよ、うん、あの大橋さんそう昔の競泳もそうだった、やっぱり相乗効果でね、ガンガンみんなやってたよね。で目標はもちろんね、世界チャンピオンでしょ。はい。おう、じゃあ次戦、何戦目っていうのは考えてないの？日本タイトルとか。いや、そうですね、ライト級なので、うん、まあ激戦区なので日本統一まではスコンスコンって言ってもらいたいところもあるんで、それこそ世界ってなるとあのデビン・ヘイニーって選手が全部持ってるんで、うん、強いね。あれは強いですよね。あそこまで行くのは多分難しいんですけど、そこまで行かないとしょうがないんで、うん、まあ国内はスパッと行きたいなと、はい、思ってます。右利きのサスポなんだ。はい。おお、そうなんだ。それはえなんでその枯れたの構えがそういう構えだとかするんじゃなくて、スポーツが左で、うん、投げるのとかも投げるの打つ左で、左なの投げるのも左なんだ、はい、そうなので、ご飯とか字を書くのは右で、あ器用だね逆にあそうでそうだね。右でも投げれんの？いや、でもそんなちゃんと投げれない。そうなんだ、はい、変わってますね。理想のサウスポーだね。じゃ あボクシングで言うとだって器用なのが右で大砲が左だったら一番いいじゃない。理想なサウスポーだね。じゃあ高山さんは同じ、まあ、ライト級の世界チャンピオン、同じ階級としてこう、まあ、デビュー戦を見られて、この大気のピンディーというか感じられることがありました。まあね、やっぱりそのアマチュア10冠とかっていう話は聞いてたんで、まあ、それなりの選手だって思ってるじゃないですか。でもやっぱり、まあ、残念ながらちょっと差がありすぎたんで、まあだから噂通りにたがわぬ選手であろうなと思いましたけど、だからもっとだからもうちょっと上の方の選手早く見てみたいなという、そこも見ないと、例えばじゃあ今の日本チャンピオンクラスってどのぐらいなのか、当然最終目標は日本じゃないでしょうから、ね、目指すところはもう絶対世界のトップでしょうから、今の日本チャンピオンクラスって果たしてどのぐらいの力なのか、もう話はそこからなんですよ、うん、そこからなんで早くね、はい、キャリアを順調に積んでいって日本タイトルとか、まあ、おそらくそんな1年とか2年以内の話だと思うんで、それぐらいに日本タイトルぐらい挑戦して、まあ、ね、どの程度なのかっていうのを早く見たいな。いやトレーナーとしてはじっくり行きたいわけ。今年あれでしょ、2試合ぐらいでしょ、武井の前座で8月の終わりなんで、もう1試合できたらしたいなと。これは8回戦ですか？次も6回戦で、また6回、次勝ったら8になるんで。うーん、そしたら B 級デビューなの一応。はい。A 級じゃないんだ。はい。なんで A 級で受けなかったの？まだ早いと。いや、僕は知らないですから大橋会長が勝ってるんで。ああ、そうなんです。会長の会長、まあ、決めなんですか。はい。A 級でも多分、いやいや全然 A 級で、ね、普通だ、ね、このぐらいのキャリアだったら普通 A 級でしょう、ね、今だったら、まあ、じっくりという考えなんじゃないですか、大橋会長の考えが、うんうん、まあ階級も階級なんで。ああ、なるほどね。そうだね、まあ、ライト級か大変な階級、まあ、やりがいのある、ね、クラスだからね。最後、ライガさんの方から馬の選手どういうところを見てくれるか。はい、そうですね、これからの選手なので、まだまだ それこそプロに来たばっかりなので知名度も全然ないんですけれども、本当に注目していただけるとどん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 勝ち上がっていくと思うし、またポテンシャルも非常に高く、激戦区のライト級でももちろん世界に食い込める能力はあるので、それを引き上げていければ必ず世界チャンピオンになれるかなと思ってますので、ぜひ、次は次戦8月の26日ですね、フィリピンの選手とやりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。いや楽しいですよね、うん、まあ、ぜひ名前覚えてもらってね、応援してもらいたいです。まあデビューしたばっかりなんですけど、どんどん試合重ねて世界の強豪たちに食い込んでいけるような、こいつはいけるなと思ってもらえるような試合をしていきたいと思います。応援お願いします。はい、頑張ってください。頑張りましょう。期待してますよ。